はい、どうもさん、こんにちは。チーム、おじゃいです。ブラックです。ということで、今回もセブンニングリバープに潜入してやっていこうと思うんですが、今回ね、月曜日ということで、めちゃくちゃ豪華なね、ガチャ来ております。もうすでにですね、当てたいランキングは出しているんで、能力値とかもね、詳しく解説してるんで、詳しいね、能力値とかそちらで見てもらって、主要な選手をちょっと見ていこうかなと。ベルギーなんですけど、ちょっとメンツがね、まあ全体的に渋いと。デブライネですね、マンチェスターシティで来たデブライネと能力値は変わらないと。こちらの選手、デナイルとか184センチのセンターバックの選手なんですが、ポジション適正とかつけると左右できる。DMA はできんじゃん。で、足が速いね、やっぱりセンターバックでありながら、結構上目の能力も高くて、後半も6あるんで、この選手がね、ベルギーの中だと一番の当たりかなと。他の選手たちはね、ん？その枠だとデブライネいいんだっけ？今、ん？どうだったかな？この中いたっけな？はい。お！誰だ？誰だい？あ、背番号内径か。ティーレマンスですね。いる。こういうタイプはいっぱい。たくさんいるんでね。デナイアが出れば当たりかな。結構今回はセンターバックが、誰が出るかみたいなね。そう。さあ、白スパ。アルデルバイレルトっぺーな。違うか。あ、違うね。トマムニエかな。悪くはないけどね。まあ、なんで、この4つある、ナショナルガチャの中だと一番ベルギーは引かなくていいかなっていう。あ、そうだね。まあでも、デブライネ持ってなければ、ありかな。あ、かぶったか。あ、ビツェルだね。ビツェル、毛量の。おけけ、すごい。ベルギーに次にいるのが多分ポルトガル。まずクリスチャン・ロナウドということで、まあランキングとかにもね、いらなかったのが、やっぱりヘディングが強化されてるロナウドと。まだスタミナの方がいいかな。スタミナの方が良かったかな。で、ブルーノ・フェルナンデス。まあ2列目からの飛び出し。能力中、全体的に優秀だよね。キック力がある2列目、欲しいの選手で言うと、やっぱりジョアフェリックス。上がり幅で言うとですね、まあ全体的に1、2なんですけど、瞬発力が、これレベルマイスター97まで上がっていくんで、これは結構ね、違うよね。使ってみたいなっていうのは個人的にあります。もう一人ルーベンディアスですね。フィジカルコンタクトがね、今回強化されて、マンチェスターシティの方は確かディフェンスセンスかな。まあ、オジュ DB がね、結構ね、本枠で使用してダニエル・ペレイラ、アンカーからね、なんとハートプレスになったという。いや、これ残念だね。ジョアン・フェリックスとルーベンディアス、ここを狙っていきます。さあ、さあ出てくるか。ここが出たらいいよ。いや、これね、ん、これナイキ誰ぞ、ロナウド、ナイキロナウド、え、違うって言った、後ろ。あ、これはルーベンディアスですね。コメントではルーベンディアスなんかあんまり強くないみたいな。どうなんだろうね。あのね、身長がね、今作187から多分186になってると思うんですけど、1センチだね。ちょっと身長がまあセンターバックじゃちっちゃいからボール取りきらないっていうのがあるかもしれない。ナイスキー。実際に使用感をね、確かめてみないと、なんとも言えないところはあるんだけど、まあただルーベンは欲しかったからいいね、使ってみたいし。まあ、なんだかんだよ、コア7あるしね。お、これはアディダス。ロナウドではないだろうな、絶対。さあ、この、おっと、ジョー・フェリックス来ました。若獅子。続いて、この中で一番のね、引いた方がいいのは、フランスかなと思います。二番目は、まあ、イングランドと。まず一人が、アーノルド。右サイドバックが適正なんですけど、まあ、おもちゃ TV がこの選手当たって使いたいなと思ってるのが、右サイドハーフか。で、使いたいなと思ってるんですけど、アーノルド本当にスタミナも95乗りますし、ディフェンスボーレッシュ、アグレッシブス80で乗るんですよ、全部。ピンポイントクロスでエッグイの持ってるんで、コア7あって。ワンタッチパスとかスルーパス持ってるし。なんでね、右サイドバックちょっと使ってみたいなっていうのと、この中でもやっぱりめちゃめちゃいいのがジョー・ゴメスのセンターバックで、ゴメス。左サイドバックまでつけちゃうと全部どこでもできるというところと、足元がありながらスピード、瞬発があって、フィジカルコンタクトある。で、スタミナからね、アグレッシブスが高くて、今作ね、後半が6になってると。前作5だったんで、ここ非常に嬉しい。ジェイドン・サンチョ。ウィングの選手なんだけど、オフェンスセンスがサンチョ一番強化されて、これレベルまで89になりますね。決定力もね、通常だと84なんだけど、85に乗るし、特殊ダブルタッチが出せて、ウィングとかね、足の速い選手には珍しい、ワンタッチパス持ってるっていうのがあるんで、これでかいっす。この選手もね、結構値かなと思います。ジョー・ゴメス、サンチョ、アーノルドみたいな。その3名狙ってね、行きましょう。ジョー・ゴメス来ればもう大当たりだな。まあジョーゴメスですね、ダントツ当たりは。サンチョでもね、結構嬉しい、普通に。それ、どれやつだ。ナイキだね、これ。アーノルドっぽいけど、あ、これ、冗談だかな。ヘンダーか。はい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 。まあ、別に悪くはないよね。悪くない悪くない。使いやすそうな感じ。そう、コンディションって言うと7もあるし、ここはでもやっぱりジョーゴメかサンチョが欲しいよ。ゴメスって、あ、でもこの感じ。これ、誰だ、誰、アーノルドかな。アーノルドか。オッケー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 。あ、これいいんじゃないですか。まあ、ワンタッチパス持ってるんで、まあ、右サイドバック使ってもまあワンチャンいいんだけどね。ただね、ちょっと守備力がね、そう、まあ、やっぱ80乗ったっつってもね、うん、っていうとこあるんでね。お、あれ、これ
かぶってないよね。あ、かぶったっぺーな。かぶったか、かぶったっぺーな。このフランスですね。まあ、これが多分一番の今回の、引いた方がいいガチャだと思うんですが、まずはもう絶対的当たり、バランですね。これが来ればもう V。床入れなんです。まあ、180センチでちょっと小柄なんですけど、足がね、かなり速い。これ90でどっちも乗るんで、ほんと爆速なね、センターバックかなと思います。どっちでもいい。フランスで言うと、まあ、もう一人忘れちゃいけないのはキリアン・ムバッペということで、今作間違いなく強いでしょ、一番。センターフォワードとしては、このカンテ、そして、この中盤のね、ポグバ。この二人も出たら結構大当たりかなっていうレベル。ジルーが190にあるスパサブ、キーパーが唯一外れかなと。グリーズマンもね悪くはないんだけど、あのカーブ数値が3っていうね。バランでしょ、バラン引ける、バランリュカどっちからね。まあ、バランかルカリナンデス引ければいいかな。あとまあムバッペこのアカン、あの持ってないんで。あ、なるほど。 おこれはこの感じポグパかな。ちょっと待てよ、カンテか、カンテか、カンテ後半ゴンになっちゃったんだよね。そう、これがちょっとね残念だよね。やっぱりカンテっつったらね後半7とかね、まして8あった時あったかな、確か。いや、もうすごかった時あったよ。あったよね。さあ、普通にこれはね、バラン引きたい。左あ、グリーズマン。あ、ちょっと待てよ。あ、グリーズマンだ。あ、グリーズマンだ。グリーズマンね。この髪の感じ。はいはいはい。カチューシャ。このセンターバック祭りで、センターバック誰も来ない？いや、デナイヤだ、来てるね、ジム。え、来てた？デナイヤじゃなくて、センターバック1枚来たよね。あ、ジルーじゃん、これもう分かるわ。だよね、これ終わった。さあ、ということでブラックおもちゃカーもサクサクいきます。もうガンガン引いてきます、はい、さっこい。もうね、狙いは一緒、デナイエル、デナイエル、デナイヤ。まあ来たらいいね。側引きもちょっとこ違うんじゃないか。トモミニエ、ムニエ違うんじゃないか。ちょっとベルギーの側引き、ルカク、おい、一応ロックしとこう。側引きの方が来んじゃないかと。そうだね、もうそれぐらいの勢いでもうベルギーはいいんじゃないか。側引きやつ、まあイングランドも側引きでいっちゃう。うるせえよ。おめえが決めんな。長いからね、動画がちょっと、ね、さあ来い。ここのタイミング、ジョーゴメス最高だよ。コングラチュレーション。最高のゴメスが来てくれました。ルーベンディアスより強いと思う。うーん、黙れよ。能力値はね、ここだ。あとはサンチョ、チュじゃないよ、サンチョ、ドリブル。あー、スターリング、スターリング結構来るわ。走り出した、ケツロケット、本当だよね。見ちゃう。うーん、まあ一応ちょっとここはね違う感じ。まあフェニックスとルーベンでしょ。ここだ。おい、キーパーきついね。頼むぞ、ロナウド。うわ、ジョー・フェリックスか。あ、フェリックスはいいと思う。ルーベンはまあ、まあでも上ゴメ出たからね。そう、はい、気持ち楽です。ブルーノです。バランとムバッペやね。頼むぞ。ムバッペ持ってないでしょ、習慣。あー、持ってない。 FP をね持ってない。あー、じゃあ出たら当たりだ。ムバスー、お前ふざけんな。ジルーはまあ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 、まあ、でもね、ってなんだかんだいつも使わねえのよ。いや、てかね、スパサバあるとはいえども足遅すぎるね。はい、またシュートないし。ルカ、まあ当たり当たり当たり。ああ、これ素晴らしい。さあ最後、通常を使ってるからね。最後いっちゃって、頼むぞ。バラン引けるか。バランボイボイボイ、バラン引け、ビクトリー、バラン来い。はっ、グー